棚氷のイメージ棚氷とは、陸上の氷が、または氷床が海に押し出され、陸上から連結して洋上にある氷を指す。その上面は、多くの場合、平坦な形状となっている。氷法とも呼ぶ。洋上にある氷という点では、海氷と似ているが、棚氷は、陸上で形成され、海氷よりも、だいぶ厚くなることがある点が異なる。海氷は、通常、 数メートル程度の厚さであるが、棚氷はもっと厚く数十メートルの厚さとなることがある。氷山とも陸上の氷と連結している点が異なる。ただし、棚氷の先端部では、沖合へ氷が移動する動きが行われており、波浪や海氷などによって氷の分離が行われ、テーブル型氷山の生成が行われる。南極、カナダ北部、グリーンランドなどの局地でのみ見られる。 地球上のほとんどの棚氷は南極氷床に存在している。大きさとしては、ロス海に面するロス棚氷が地球上で最大であり、それに、ウェッテル海のフィルヒナーロンネ棚氷と東南極のアメリー棚氷が続く。棚氷はカービングするか、海洋による底面、側面誘拐によって消失する。棚氷が消失すると、 背後の氷河を支える力が失われるため、氷河の海洋への流出が加速的に進行する。南極における棚氷誘拐の主な原因は、海洋が供給する熱であると考えられている。地球温暖化に伴って、氷河の表面誘拐が進行すると、クレバスが成長しやすくなり、カービングによる崩壊のリスクが高まる。カナダ南極の主要な棚氷ロスロンネフィルヒナー。 アメリー・ラーセン・シー・リーセル・ラーセン・フィンブル・シャクルトン・ジョージ6世、ウエスト・ウィルキンス・ロス・タナゴーリ2001年現在の、タナゴーリの一覧。ありがとうございます。